2022年、5月25日、2度目のね、サトシウチライブとなります。まあね、今日ですね、大きな裁判またね、ありましたけどもね、熊本地裁のね、生活保護裁判。それからもう一つで最高裁でね、市民投票、最高裁のね、国民審査、海外でね、投票できないっていうのはね、憲法違反だってね、もうこれも画期的な判決ですけどもね、ありましたけどもね、それともう一つね、画期的な判決。これは地裁ね、東京地裁の判断ですけどもね、ぜひね、これもね、紹介したいと思います。まあ、これはね、フリーランスのね、女性に対してね、まあ、そういう、まあ、注文主の企業がですね、代金を払わなかった上にね、セクハラをするというね、まあもう最悪のね、注文主ですよね。そういうね、ことをした注文者がいたわけですね。フリーランスの女性に対して。これに対してね、このフリーランスの女性が訴えましてね、590万円の、ね、支払いを、ね、求めてね、今後190万円の、ね、支払いを、命じられたということでね、女性側はね、勝訴したということです。やっぱりそのね、フリーランスであってもね、安全に働くために必要な配慮をすべき義務がね、注文主である企業にあると。これをね、言ったのはね、非常にね、やっぱりその、画期的なことですよね。結局ね、労働者として雇うんじゃなくてね、フリーランスに頼めばね、もう使い捨てにできるんだと。ね。まあ、こういうね、せこいことをね、考えるね、もう地方主というかね、企業もね、残念ながらね、少なくないと。で、こういう状況今ね、あるわけですよね。まあ、これに対してね、やっぱりそうじゃないんだと。ね。フリーランスといえどもね、労働者と同じようにね、安全を、ね、配慮義務をね、会社側にしてもらえるね、あれがあるんだと。まあ、そういうね、権利があるんだということをね、私またね、まあ、正当な理由なくね、報酬をね、支払わないってことはね、パワハラであると。そういうこともね、認定されたわけですよね。やっぱりもう非常に、ね、やっぱり実質的にはね、もう会社の指揮監督のもとでね、労務を提供する立場だ。ね。フリーランスであっても。ということでね、こういうことでね、だからね、こういう人に対してね、フリーランスという働き方を選んだ責任だ。自己責任だっていうふうに、ね、切り捨てる人も結構いらっしゃいますけどね。でも、それはね、違うんだとね。事実をね、認めてもらって、ね、ちゃんとね、セクハラをね、認定されたということでね。これは本当にね、良かったというふうにね、思います。ね。大体ね、フリーランスをね、選んだのは自己責任だとか言って切り捨てたよね。フリーランスじゃないね、もう普通のね、雇用契約労働者の方にもね、跳ね返ってきますよね。フリーランスだったら切り捨てられるって言うんだったらね、もう雇用契約労働者はね、名ばかりのフリーランスにどんどんね、置き換えるって動きも出てくるでしょうしね。結局そうなるとね、今にいる雇用契約労働者のね、結構跳ね返ってくるんですよ。本当にね、今回はね、セクハラ裁判という意味でもね、フリーランスのね、法的な保護という意味では非常に、ね、画期的な判決であります。そしてね、原告の方ではね、ウィズユー。ということでね、皆さん本日もね、夜遅い時間帯ご視聴誠にありがとうございました。それでね、お忘れなさいませ。